濃姫による信長暗殺未遂、同盟決裂にも値するこの事件を信長は誰にも語らず握りつぶした。織田家と斎藤家の同盟は維持され、尾張では今川義元との再戦に備える日々が続く。一方、美濃では斎藤道三がある重大な決断を下す。それは信長に美濃を譲るという驚くべきものだった。かねてより自身の冷遇に不満を抱いていた斎藤義達は激怒し、美濃の黒人衆を抱き込んで挙兵。義達は優勢に戦いを進め、道三を追い詰める。道三の危機はすぐに信長にも伝えられた。長良川の戦い。親父殿は美濃を義達ではなく俺に譲ると言ってきた。そのために義達に背かれ死地に追い込まれている。承知していますが、こたびは傍観すべきです。兵を出したところで勝てる見込みはありません。もう決めたことだ。俺は美濃へ行く。気が進まぬなら来なくていい。皆にもそう伝えよ。兄上。父を救いに行くの？あなたを殺そうとした男だというのは。親父殿は俺の器を測っていたのだろう。結果俺は美濃を取る名分を得た。恨みはないかといって報いるほどの恩もないはずよ。座して待つだけでは滅びるのみ。それを俺は父に学び、父は親父殿との戦いの中で学んだ。俺は尾張を他人にくれてやるつもりはない。故に俺は俺のやり方を貫く。それだけだ。お前も来い、機長。親父殿もお前に会いたかろう。身内同士の殺し合いを見届けろと。酷なことを言うのね。俺のやり方見せてやろう。親父殿は鷺山城で包囲されているようだな。義達の執念、これほどとは。まずは親父殿に組みする将たちと合流する。スミス打ち取らせはせん。急ぐぞ。対岸に陣取っているのは義達の手勢か。面倒だが、奴らを蹴散らさねば先へ進めんな。皆、鷺山城から目を離すな。親父殿が撃たれては戦の名分が立たん。くらえ。織田勢の渡河を許すとは、これ以上の侵攻は阻止せねばなるまい。開門。義達方の将か。邪魔立てするなら切り伏せるのみ。
の旗印、織田の加勢か。信長殿、敵将討ち取ったぞ。引かせていただこう。信長様の前に敵はいねえな。貨幣ながらも勇猛なる立ち回り、我らも織田の働きに報いなくては。もうろくしたな親父。ジノは俺に任せて安らかにくたばれ。この大バカ者が。佐殿、ジノの未来はお主に。討ち死に。父上、そんな。親父は死んだぞ。夏に味方していた者は命が落ちけら今すぐ俺に下るがいい。信長殿、こたびの援軍恩に切る。父さん様はすでに。ああ、一足遅かったよ光秀。お前は義達に下るのか。あのような知れ者に仕える気は毛頭ない。俺は父さん様への忠に準じる。明智殿は義達様に歯向かうおつもりか。ならば望み通り死ぬがいい。よもやこれほどとは。諦めるのか。諦めると思うか。そうだ、お前もうつけだったな。やるか。ああ吉達様に逆らっても無駄死にか。父さん様、みんなごめんなさい。この上は吉達を討ち、俺が美濃を継ぐ。親父殿に組みしていた将来との合流を急ぐぞ。俺にくだらぬとは愚かな奴らめ。一匹残らず討ち果たせ。打ち死に。開門。今は義達に恩を売っておいて損はあるまい。織田ごとく踏みつぶしてやろうぞ。開門。壊してくれる。まず吉本が。やむを得ん。撤退するぞ。とどまっては被害が増えるばかりだ。勝利条件変更。敗北条件変更。俺が敵の目を引きつける。光秀はその間に追払いをしておけ。すまない信長殿、生きて共にこの窮地を脱しよう。承知した。アムシにくれてやる慈悲はない。残らず叩け。よし、吉本を呼び込んでいたと。今は無用な戦いは避けよう。従わぬアホどもは親父と一緒にメイドに送ってやるわ。ネズミ一匹逃しはせぬぞ。打ち死に。俺に任せろ。やってる。
刹那で終わる。敵将、切り伏せた。引かせていただこう。なんと見事な。礎となれ。耐えきれん。引かせてもらう。行くせる。あなたの存在、心強いな。あっちが何やら騒がしいな。敵襲か。急ぎ向かうぞ。ここを抜ければ、キオスも近い。皆気力を絞り、歩を進めよ。まだ強くなれる。見せてやる。敵将、切り伏せた。かなう相手ではなかったか。なんと素晴らしき戦果よ。刹那で終わる。まだ私に生きろというの。俺がやる。承知した。敵将、切り伏せた。ここで死んでは銃を突きせぬ。壊してくれる。取れる最上策だから。ごめん、何も聞かずに僕と戦って。申し訳ありません、義辰様。俺に任せるであるか。無事に逃げたよ。運を祈って。信長殿に報いるためにも、清瀬への道は俺が切り開く。お見事にござった。刹那で終わる。
め敵将切り伏せた。叶う相手ではなかったか。開門目の全てで道が開けた。これで撤退も容易になるはずだ。叶う相手ではなかったか。承知した。へえ、気合入ってんな。おお、助かりましたぞ。チクシュー、俺に従わなかったこと必ず後悔させてやる。よしと様が引いちまった。俺らは一体どうすりゃいいんだ。俺に任せであるか。敵将切り伏せた。悔しいが、ここまでか。なんと見事な。礎となれ。耐えきれん。引かせてもらう。大したもんじゃねえか。俺がやる。承知した。この俺を止めようとて無駄よ。敵将討ち取ったぞ。引かせていただこう。家康、いいこと。おじさまの期待にしっかり応えるのよ。ああ、分かっている。兄上、申し訳ありません。俺たちは先を急ぐ。立ちふさがるなら容赦はせん。敵将討ち取ったぞ。ここは引くほかあるまい。なんと素晴らしき戦果よ。引かせていただこう。抗う持ちけら風情。もうよからず回させん。世にあだなす愚かさを知るがよい。壊してくれ。この承知と俺を止めようとて無駄よ。よっ！
した。壊してくれる。燃え尽きろ。とは想像し、その次は残らずむしってやろう。承知した。東海の覇者はやはり一筋縄ではいかぬか。だがいずれは超えてみせる。義元様が引いてしまわれるとは。打ち取ったぞ。なんとかここを渡したか。だが斎藤が、ミロが失ったものはあまりに大きい。道山様、前を向け光秀。生ある限り進むことはできよう。信長殿、俺は国元へと帰ろうと思う。義辰の脅威から自領と民を守らねば。そうか、世話になったな。あ、では俺はこれで。待て光秀、お前もやれ。こうか。よし、収めろ。これは誓いの証だ、男と男のな。生きろよ光秀。信長殿、どうか達者で。なあ、またな。辛いか、機長。わからないわ。ただ言えるのは、私にはもう何もない。父のため織田家に来たけれど、父はもういない。あなたも私を妻にしておく理由はなくなったわね。
ならば出家して親父殿を弔って暮らすか。そうしたいなら止めはせぬが、もうお前を縛る者はどこにもいないのだ。この先は好きに生きたらどうだ。そうね、考えておくわ。信行、また説教か。兄上のやり方が間違っているとは申しません。しかし家中の者たちが疲弊していることも事実。兄様はもっと周りの声に耳を傾けた方がいいよ。尾張を守りたいって気持ちはみんな同じはずだし。綺麗事を並べたところで乱世に飲まれるのみだ。俺は俺のやり方を変えるつもりはない。兄上のやり方に皆がついてこられるならば、私も喜んで兄上を支えるのだが。私にはまだ何が正しいのかわからないな。この乱世に正しき答えなどありやしません。しかし家中に積もる不満はもはやどうにも。